日本電機、NEC の携帯電話一覧、メリアス N-06D ドコモタブレットメリアスタブ、N-06D は、日本電機によって開発された、NTT ドコモの、第3.9世代移動通信システムと、第3世代移動通信システムとの、デュアルモードタブレット端末である。ドコモタブレットの一つ、メリアスシリーズの一つで、初のクシー対応タブレット端末である。 NEC カシオモバイルコミュニケーションズではなく、NEC が開発を担当し、本機のウェブサイトは NEC カシオの NEC モービルにある。タブレット端末でありながら、通話機能を備えており、さらに受話口を備えているため同じく通話機能を備える、Galaxy Tab 7.0 Plus SC-0、2D と違いヘッドセットも不要であり、お財布形態を利用することが可能である。 携帯電話向けマルチメディア放送であるモバキャスにも対応している。防水性能は IPX5、IPX7 等級、防塵性能は IP5X 等級である。Bluetooth 4.0を搭載しており、従来のメリアスシリーズと同じくカシオ計算規制の腕時計 G-SHOCK との連携が可能である。 バッテリー容量は 3610mAh で、交換は預かり修理となり11235円で、ある。2012年12月18日に Android 4.0へのアップデートが開始された。アップデートに伴う変更点、機能の追加は、以下通り、4.0になったことに伴い、Google Chrome の利用が可能になった。はい。ありがとうございます。